青森台北線の定期便の運行再開までおよそ2ヶ月となりました。県庁では一足早く記念の横断幕が掲げられました。除幕式には台湾の航空会社エバー航空と宮下知事をはじめとする県の関係者などが出席しました。どうぞお願いします。横断幕は縦 1.5 メートル、横12メートルで、エバー航空の機体と台湾との空の架け橋の文字が施されています。青森台北線は新型コロナウイルスの影響で2020年2月から運休していましたが、来月29日、4年8ヶ月ぶりに運行を再開する予定です。青森県の皆様にも、これからぜひ台北へ、または台北を経由して世界各地へご旅行いただきたいと思います。お客様を運ぶだけではなくて、私たち地域と地域のその未来も運ぶようなですね、その便になることを心から私としては記念を申し上げたいというふうに期待をしたい。青森台北線は来年3月29日までの冬ダイヤ期間は週3往復を予定していて、すでに予約可能となっています。この運行再開を機に誘客促進を図ろうと行われたのが、テントを張って穴を開けて、昼食と温泉をセットできます。県内のホテルや温泉旅館、観光施設などによる商談会。担当者は施設の強みや季節ならではの魅力を台湾の旅行会社7社に説明していました。コロナ禍前、2019年1月から6月の台湾から県内への宿泊者数はおよそ3万7千人。今年の同じ時期はというと、4万6千人余りで、コロナ禍前を上回っているのです。さらに。定期便出るということはかなり、期待をしてますし、結構時期を見たいというお客様も多いので、ぜひいらしてもらえればなと思ってますけど。定期便再開で観光客のさらなる増加が期待される中、台湾の旅行会社が求めるのは、如果有就是我们可能会用一些体验的活动跟饭店为主来推广这样子。对。求められている体験型をしっかりアピールする担当者も。朝虫ねぶたというのが開催されているんですけれども、それは今まで実は年に2回だったのが、毎日並べインタビューとして楽しんでもらえるような取り組みを行っておりますし、ぜひそういう体験とかですね、鑑賞とかを楽しんでもらえればなというふうに思っております。所以希望这个复航未来是一个台湾跟青森之间的交流的开始。也希望说未来那个台日之间的一个台湾到青森之间的交流能够更密切。エバー航空の青森台北線定期便は、来月29日から火曜、木曜、土曜の週3往復運行します。